皆さんこんにちは。将棋バーチャンネルです。今回行われた竜王戦第6局ですけれども、見事に藤井聡太竜王が勝利を収め、竜王タイトルを防衛というところでね、改めておめでとうございます。ということで、こちら、非常にね、鋭い藤井聡太竜王の寄せというのはあったんですけれども、まずはね、封じ手のところで物議を醸したといいますか、やはり出てきた藤井聡太の飛車捨てでしたね。こちらの方を今回はハイライトで解説していきたいと思います。一局を通した解説動画は概要欄の方に貼っておりますので、よければそちらもご覧ください。では、局面の方を見ていきたいと思います。現局面、この5五香打ちと放った手、こちらが1日目の終了で封じ手の局面となりました。このチャンネルでも封じ手の予想をしており、で、本対局も封じ手予想通り3八銀と、打ってきたんですよね。で、こちらね、やはり解説の方だとか、このチャンネルの予想とかもですね、すべて飛車を避ける手というのを考えていました。まずね、候補として上がったのが、横に逃げる手なんですけれども、5九なのか、あるいは6九なのかと。いうところを掘り下げていったんですけれども、一度1九飛車とね、横にかわしておいて、1八歩と打たせてからね、戻るという手順というところを、まずは本命として読んでいたりしたんですけれども、この1八歩というのは、同飛車と取ってくれば、直前の2五桂馬を生かしてですね、1七歩と打っていき、飛車が下に下がれば、2九歩成としておけば、飛車の行き場所がないということだし、仮に2八と、横に寄っても銀があるので、2七銀と打てば飛車が詰んでいますよというところで、1九と逃げた際に1八歩は取れないので、ここで戻るんではないのかというところでしたね。5九なのか6九なのかというところですけれども、ここで5九に行くのであれば、4八銀と打たれていって、で、飛車がさらにいじめられてくるので、この5九にもし行くのであれば、先に5九と単に行った方が得ではないのかというところも検討しておいて、というのも、同じように4八銀と打ってきた場合に、次こそ1九と回っておけば、先ほどと違って1八歩がないので、ここでの1八歩というのは取れてしまいますよというのが、先ほどと違って銀を4八にも先に打っているので、2八飛車と寄ることができるというところなので、単に5九に行く方が、この局面ですね。5九に行く予定であれば、1九と寄らずに5九とシンプルに行った方が得なのかというところですよね。なので、6九なのか、どうなのか、1九を入れてから6九なのか、あるいはシンプルに5九なのか、というところを深掘りしていたのですが、なんと藤井聡太竜王やってくれました。本譜はここで4六飛車とね、上がっていく手でしたね。これはなんだというところで、一目わかる通り飛車の行き場所がないので、3七銀と打たれてしまえば飛車を取られてしまうと。そして、本譜も3七銀と打って飛車を取られるんですが、なんとこれが藤井聡太竜王の読み通り、そして罠でもあったというところがね、これぞ藤井将棋という感じでしたね。ではなぜ飛車を縦に行ったのかというところをね、こちらが藤井聡太竜王の強さの秘訣、そして将棋の組み立て方のね、真髄でもあるんですが、本人はもう横に逃げるとまずいというところで、そもそも横に行く手をあまり考えなかったと言ってるんですよね。というのも、先ほど解説した通り、横に行って5九なり、6九なり行ってしまうと、結果的に飛車が縦にもう使えなくなる形になってくるので、使いにくい形ですからね。1九に逃げても2五桂馬がいる間は縦で止められてきてしまいますので、緊急的にはね、1七香というね、打ってしまえばね、先手になるということなので、こうやって逃げていくと、結果のところ、この飛車というのは守り駒には効くように見えるんですが、狙われてしまう、負担になってしまう飛車ということですね。まあ、変化の一例としては、まあ、ここでね、ゴリゴリと、まあ、攻めてくるとしたときに、まあ、4七銀成とかで4八銀を狙われるとか、まあ、あるいはね、まあ、シンプルに5四香を打ち返されて、王様の小瓶をね、迫っていくような手とか、まあ、いろいろあるかとは思うんですけれども、飛車を使うことができない展開になって、狙われてくると、まあ、玉飛接近すべからずという格言があるように、飛車を攻められながら王様を狙われる。あるいは王様を狙われるついでに飛車も狙われるというね、まあ、負担になってくるので、どちらにしろ狙われるのであれば、まあ、おとりとしてね、やはり最大の駒をおとりに使うというところで、まあ、どうせ狙われるんなら取らせてる間に成果を上げてしまおうというところが読みの本線であったというところで、本譜はここで5四香とね、まあ、もちろん銀を外していくんですよね。まあ、これでね、香車を取ってしまうと、まあ、飛車が4五ともちろん逃げてきてしまいますから、この5四と取った手に対して、本譜は4六銀成と、まあ、飛車を取るんですけれども、この次の一手、ここで放った2六角という手に期待をして、飛車をおとりにしても攻めがつながるよというね、まあ、藤井聡太竜王の非常に優れた大局観で迫っていったということでしたね。この角打ちを見て、広瀬八段がね、まあ、大長考をしましたからね。まあ、結果的には4一桂と、まあ、受けていって、まあ、攻め合いではなくて受けるということを選んだんですが、まあ、4六金からね、まあ、非常にうまく組み立てていき、この角をね、やはりうまく使いこなして、藤井竜王が攻めていったということでしたね。まあ、2七銀に1五角と、まあ、角を出た手に備えるための4一桂ではあったんですが、角を追いかけていっても、このね、まあ、次の一手というのが3一銀というね、まあ、こちらも素晴らしい手でしたね。まあ、この3一銀も非常にね、この読みの入った手なので、こちらもまた別途動画でね、ピックアップはしたいと思うんですけれども、まあ、このね、動画では封じ手局面、なぜ飛車を捨てに行ったのかというね、ところ、結果的には横に考える、横に動く手というのを考えることなく、飛車がやっぱ使えなくなるというところを重視して、あえて縦におとりにしておいて、飛車は取られる形になるんですけれども、攻めをその間につなげていこうと。いう、この2六角打ちの構想で、まあ、迫っていったというのが藤井聡太竜王の大局観。そしてこれが見事にね、働くようにつなげていったというね、まあ、その組み立て方も非常に素晴らしかったのでね、まあ、取り上げていったのですが、なんと、この4六飛車の局面、藤井竜王自身は、実は局面苦しいと思っていたというところも述べていました。これはなんでかというところで、まあ、飛車を捨ててね、2六角から攻めていけるんではないのかというところをね、選んでいったんですけれども、まあ、というのも、まあ、こうやって飛車を取られたとの2六角打ちというのが、まず5三の地点ね、まあ、香車と連動して攻めにも効いてるし、かつ自玉の王様を狙う4八ね、まあ、飛車打ちの王手なども、角のラインで止めているという攻防にね、効いているので、まあ、これでよしというように一見思ったのですが、藤井竜王の頭の中では、なんとこの局面で3七ではなくて、4四香と、こういう手をね、まあ、警戒していたので、まあ、この手があるので、先手実は苦しいという風な形勢判断を下していたんです。いやー、こういったところのね、駆け引きもあったのかというのもね、驚きでしたが、この4四香打ち、もちろんね、まあ、飛車を狙っているので、まあ、こちらね、まあ、攻め合って、本譜と同じように攻め合っていってしまいたいんですけれども、ここでね、まあ、2六角というのもできるんですが、まあ、あっさりと取られた後に、まあ、銀などでね、まあ、縛ることはできるんですけれども、まあ、次の手というのがね、非常になんか難しいのかなと。まあ、1五角などで迫ってはいけるんですが、まあ、強くね、まあ、弾かれていっても難しい局面、まあ、切っていくしかなくなるんでね。まあ、催促されても攻めとしてはね、ちょっと細いということになるし、逆にこの攻め自体が何でもないと見切られて、まあね、迫ってこられてもね、非常に厳しいですよね。早逃げとかしてしまうと、1級者が王手角取りになるので、王様をね、動かすことも難しいので、こうなってくると、やはりね、攻めとしては苦しいので、この局面でね、どうやって、これですね、2六角というところが、ちょっと、通じなくなってくるので、この局面でね、攻め合っていくのは難しい。なので、4五歩と、抑えていくしかないんですが、このね、4四香と4五歩、これを入れてから3七銀と、打っていけば、本譜とね、同じように、こうやって攻めていったとしても、この局面での2六角という手が、やはりこの4四香の効果で敵陣に刺さってこないということになってきますので、ここのワンクッションがあるのならば、攻め合いで勝ちが見越せるということになっていきます。というね、この4四香車という手を警戒していく。なので2六角が通じないので、こうなってくると、このね、成銀取るしかないんですが、4八飛車とね、王手金取りと迫られてくると、逃げていくとね、やはりそのまま金を取られて難しいということになるので、こうなったら5八銀と打つしかないんですが、そこで、この4九銀ならずと入ってくる手順があるということで、こうされてしまえば先手としても5九銀と打つしかないので、後手番としては、これでね、5八銀成としておけば同銀。そしてさらに4九銀と放てば、なんと千日手というコースになってくるんですよね。そしてこの千日手の打開する権利というのが後手にあるということなので、この金を取って、形勢としてもね、まだまだ互角の範囲なんですけれども、金を取って戦いを続けるのか、あるいはもう千日手にしてしまって、先後を入れ替えて差し直すのかというのを権利が後手にあるというところで、こういった千日手で耐えるしかない先手としては少し苦しいと、よくて千日手の変化になってきてしまうのではないのかというところをね、警戒していたのが藤井聡太竜王の4四香というね、読み筋だったということでしたね。いや、非常にね、深いところまで読んで4六飛車と、差し出したんですが、この局面ね、やはり銀を打てば、どうしてもね、飛車が取れてしまうので、食いつきたくなる。そして4四香を入れる効果がね、どれほどあるのかというところもね、踏まえて読まなくてはいけないんですけれども、そこをちゃんと深読みしていた藤井聡太竜王。そしてね、やはり、そこまで局面を深刻に捉えていなかったと思われるね、広瀬八段。やはりね、飛車を取れるので、形勢自体もね、互角のままなので、特にね、悪い手には見えなかったんですけれども、やはり飛車をおとりに使って、ここで2六角という手で、先手がね、うまく戦えると、攻め合いの形には持ってこれると。先ほどの4四香からのね、先手としては千日手で耐える手順から比べるとね、やはり攻め合いの形に持っていけるというところもね、相手にね、惑わすと言いますか、勝負手気味の4六飛車というところもね、いや、こういった勝負術もね、実は裏に隠されていたというところが、この第6局のね、封じ手でね、藤井竜王がなぜ4六飛車と、捨てに行ったのか、おとりに使ったのか、そしてその裏でね、帰還した理由なども、こういった変化をね、見ていくことで分かっていくというね、非常に味わい深いこの局面でしたね。形勢の分かれ目、そして2六角から攻めをつなげた3一銀という手、こういったところにもね、つながっていくというところが、まずは一つのハイライトだったのではないでしょうか。いや、ということでね、1局を通した動画と、あとは3一銀のハイライトもね、動画を作っていきたいと思います。よろしければチャンネル登録などでね、追いかけていただければ励みになりますので、よろしくお願いします。ということで、今回は封じ手、なぜ飛車を捨てたのか、その大局観に迫るという動画でした。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。